ハロダジャハードムクドショーインです。今回ご紹介しますのがこちら、じゃじゃん、見てください。2世中村ランタイのインでございます。かっこいいね、かっこいい、見て、本当にかっこいいでしょ。こんなかっこいいなかなかないと思うんですけどね。いや嬉しいよね、本当に。2世中村ランタイもね、まさかね、このインを作った当初はね、こんな YouTuber がよくやる所作でね、人に紹介されるなんて思ってないと思いますけどね。いや本当にね、まあ今回これをね紹介するわけなんですけども、嬉しいですよ。なかなかこんな嬉しいことないですよ。やっぱね、なんか大人になるにつれてね、こういう形のあるものを手に入れた時の嬉しさっていうのがどんどん小さくなっていってるような気がしますね。やっぱり大人になるっていうのはそういうことなんですかね。寂しい気もしますけれどもね。やっぱ形あるものっていうのは、なんか大体なんか自分で稼いで、お金を稼いで、そのお金でね、大体買えるっていうことが、なんか分かってきましたからね。そういったこともあるんでしょう。それとね、やっぱり、嬉しさが小さいっていうことは、なんだろうな、幸せのハードルみたいなのがどんどん上がっていってるんでしょうね。その反比例的な関係にあるんだと思いますけれども、いやーそれにしてもね、いやそんなね、なかなかないですよ。なんかこれだけ嬉しいっていうことは、もうそのね、23歳のね、上がりに上がったね、その幸せのハードルっていうのを優に飛び越えてきたこの2世中村ランタイのインですよ。本当に嬉しい。 DS 並み、小学生の頃に買ってもらった DS 並みに嬉しいんですけれどもね。いやというわけで今回はね、この嬉しさっていうのをみんなに紹介する動画、になるわけですけども、まあ、このインを手に入れただけで嬉しいのに、まずそれだけで嬉しいんですよ。まずそれだけで嬉しいのに、それプラスみんなに自慢することでね、またいい気持ちになろう、みたいなね、そういうね、悪い動画ですよ。悪い動画なんですけれども、少しお付き合いいただければ。あとはね、2世中村ランタイがどういう人物なのか、天国っていうのが大体どういうものなのか、まあその辺についてね、適当に話そうと思います。いややっぱりね、好きなものについて話すってなるとね、こういう感じで早口になっちゃいますね。オタク早口なんて言われますけどね、これはね気をつけなければいけません。というわけでね、まあこれはそろそろちょっとゆっくり喋ろうと思うんですけどもね、お付き合いくださいませ。というわけで、2世中村ランタイなんですけれどもね、このように字を書きます。あ、なるほど、2世ってそういうことなのねってお分かりいただけたんじゃないでしょうか。そう、2世っていうのは小生、2世、3世、4世、5世って続いていくタイプのあの2世です。まあ、何世まで続いたかといえば2世までなんですけど、もちろんね、初世から始まるわけですよ。2世から始まるわけがございませんので、初世がおりまして、2世がおりまして、だけれども3世がいないという感じでね、この中村ランタイという人は初世と2世がいるわけですね。初世は、この2世中村ランタイのお父さんになるんですけどね、初世中村ランタイの次男として東京の、浅草に、1892年に生まれるわけですね。1892年、僕がね1997年の生まれですからね、105歳年上ということになります。105歳年上ってね、いやこの印は105歳年上の人が作ってくれたものなんですよ。なんかそれだけでなんかすごいロマンを感じませんか。だって105歳年上の人と会ったことありますか。僕はありません。いや、ある人いるんですかね、どうなんでしょう。わかりませんけれどもね、それだけでロマンがあると思いませんか。まあそんな105歳年上のね、この2世中村ランタイなんですけども、初世2世ともにですね、高名な篆刻家です。篆刻家っていうのは、まあ篆刻をする人なんですけども、篆刻ってわかりますかね。篆刻っていうのは、まあハンコを作ることを言うんですけどね。ハンコの中でも、なんか芸術的なハンコとでも言っておいたらいいんですかね。まあ書のね、一つの分野としてね、成立して、なんかあるわけなんですけれども、そう、ハンコのね歴史っていうのは意外とね古いんですよ。もう中国だとね3000年ぐらい前からねずっとあるわけなんですけども、その当時っていうのは、まあ例えば金属であったりとか、あとは玉であったりとか、すごい硬いものに彫られていたわけですね。ですので、まあなかなかね、普通の人がちょっと遊びで彫ろうか、趣味として彫ろうかっていうふうにはいかなかったんですけれども、ただ、明の時代、中国の明の時代になりまして、大体500年前ぐらいですかね、そのぐらいにですね、ちょっと彫りやすい石が発見されたわけですね。その彫りやすい石が発見されたことによって、その当時の趣味人たちですよね、書とか絵とかを、楽しんでいた人たちにですね、じゃあちょっとハンコでも彫ろうかと思わせたわけですね。それから始まった文化というのが、この篆刻という文化であります。そういったね、ハンコを彫る、人なんですけれども、2世中村ランタイ、まあ初世とともにですね、なんですけれども、このねランタイという、まあ中村っていうような名字ですよね、お父さんと言いましたからね、親子で、中村っていう名字なんだっていうのがお分かりいただけたんですけども、このランタイというのは、これはね、画号です。画号っていうのは、まあ、ペンネームみたいなもんなんですけどね、こちらはですね、襲名しているわけですよね。歌舞伎とかでね、馴染み深い、襲名という言葉だと思いますけれどもね、このランタイというのは、初世中村ランタイが、病気で倒れた時にですね、この2世中村ランタイ、息子の2世中村ランタイは、このランタイという画号を継いでいるわけです。あ、なるほど。これでお分かりいただけたんじゃないでしょうか。まあ、ただね、このランタイというのが2人いるとなるとね、これはね紛らわしいわけです。いやだって、書でもね、
まあ、わーっと書いていって最後のところにね署名をするっていうことがあると思いますけれども、篆刻でもね自分で、これ彫った後にですねこの側面、側管と言ったりするんですけれども、この側面にですね落管を入れるわけです。落管っていうのは名前のことですけどね、それ、落管を入れるわけなんですけれども、その時にですねやっぱりランタイトだけ入れると、どっち、お父さんと子供どっちなんってなるから、そういった、ところでですねこの、速乾には二世中村ランタイはランタイ秋ランタイ秋という風に入れているわけなんですね。このね秋というのはどこから来たかと言いますと、この二世中村ランタイの本名、名前をですね中村秋作と言いまして秋に作るなんですけれども、秋に作るの秋作、だから、秋という字をつけているわけなんですね。ランタイ秋というのがつい、書いてあれば、彫ってあればこれはね二世中村ランタイの作であることがわかるわけです。まあこういった人物なんですけれどもね、この二世中村ランタイというのが、他の篆刻家とどこが、大きく違うのか、もちろんね印面、このね、何ハンコの部分、ハンコの部分もねもちろんまあ本当にねすごい、なんかオリジナリティのあふれる、そういったねハンコなんですけれども、それとねもっと誰でもわかるようなところでね、木印、あとまた作中というところがありますのでご紹介いたします。このね木印というのはさっきも言いましたけれども、篆刻っていうのはもともと彫りやすい石があって、それから始まったわけですよね。ですのでまあ基本的には石に彫るっていうのがね、まあ一般的なわけです。まあただ、この二世中村ランタイ諸世とともにですねこの木印を得意としたんですね。石っていうのは大体中国から輸入しているんですけれども、このまあ木だったらね日本国内にねいくらでもありますからね、まあそういった理由かわかりませんけれどもね、この二世中村ランタイは、書生とともに、木印を得意として、まあそれがね、結構珍しい作家なんですね。また作中、中というのはねこのハンコの持つところ、この上の部分、彫ってないところを言うんですけれどもね、そこにね彫刻をするのがねすごい得意だったんですね。まあそれもね木に、彫刻するわけなんですけれども、例えばね魚であったりとか、あと植物であったりとかね、そういったものをねこの何持つところにね彫刻するのが本当にねもうめちゃくちゃうまいわけです。まあこれをね本当はねお見せしたいんですけれどもね、ただまあ本でお見せすると多分なんか著作権とかなんか、言われそうなんでちょっとやめとこう、怖いからやめとこうかなと思うんですけれども、気になる人は、調べてみてください。このね木印、また、作中、中を作る、というのがねこの二世中村ランタイ、まあ書生も、かなりなんですけれども、他の篆刻家とは、まあ、全く違った、本当に、ね、一目見てわかる、そういったところであります。また、そうですね、ここに、昭和天皇御用印とありますけれどもね、このハンコを作っていたわけですからね、ハンコっていうのはね使われないと意味ないわけですね。ということになりますけれども、本当にねいろんな人にね使われてたわけですね。例えば日本画家であれば、横山大観とか、横山大観をはじめとした、奥村土牛とか、あとは、東山魁夷とかね、そういったねもう著名な、もう絵を全然知らなくても知っているような、そういうね著名な画家にも、使われていたわけですね。書家であればね有名な、まあ、よく使っていた人で言えば、例えば青山さんですよね。青山さんのね豪観かな、轟という字がありますよね。車が3つの轟、それをねなんかすごいスタイリッシュにねまとめた、印がありますけれども、まあその他にもねたくさん印、企画権とかねよくありますけれども、まあその豪観が一番、轟の字がね一番なんというか、印象的なんじゃないでしょうか。そういったね、青山三雲にも作っておりますし、あとは、手島優慶のね有名な作品ありますよね、崩壊とかね、大体なんか結構ね有名な作品いろんなところにねこの二世中村ランタイの印に使われております。崩壊のね左上に押してある、右一文字の印とかね、あれもね二世中村ランタイの印じゃないとねあそこに押しても閉まらないだろうな、そういったね印象を受けますけどね、そんな感じでねいろんな人にねまあ、使われてきたわけですね。大事に重宝されてきたわけですけどもね、その中でもねもう群を抜いてすごいのがこの昭和天皇御用印ということね、昭和天皇、天皇陛下ですよ、その当時の天皇陛下もねこの二世中村ランタイの印を使ったということなんですね。本当にねもうそれだけでねそんなすごいもんがうちにあるんかっていう感じなんですけどもね、まあそんぐらいすごいものがうちにあるということなんです。それからねまあ、最後になるんですけれども、この日本芸術印象とありますけどもね、これまあなんか芸術家ですごい賞、すごい賞なんですけれども、これを篆刻家で初めて取った、ハンコを作る人で初めて、取ったというのが、まあ、このね二世中村ランタイが、まあおそらく日本を代表する、日本をね日本で最も有名な篆刻家のうちの一人であるということのね証明になると思いますけれども、そういったものがねうちにある、もうそれだけでねなんかもうこんなになんか熱を持って喋ってるっていうのがね
お分かりいただけるんじゃないですか。もうなんか理解できるんじゃないですかね。これを聞けば結構わかるんじゃないですか。なんか、ああ、本当になんかすごそうだみたいなことがね、わかるんじゃないかなと思いますけど、ほんとすごいんですよ。かっこいいでしょ、もう。嬉しいんですけどね。とりあえずね、ちょっと、これ、インカメだと全然見えないのでね、画角を変えて、また説明いたします。カメラの位置を変えてね、説明いたしますけど。まあ、大体ね、この二世中村団体っていうのがどういった人物であるかというのをね、喋り終えたところでね、まあ、これだけね、僕が熱を持って喋るのもね、無理はない、そういった人物であることがね、お分かりいただけたんじゃないでしょうか。こちらですよ、見てくださいよ。ほんとにかっこいいでしょ、見て見て。ほら、さっき言った通りに、乱体中、乱体秋という風に入ってるわけですよね。ほんわ、かっこいい、乱の字、草書かよって思いません？いや、なかなかね、そう、かっこいいですよね。乱の字が草書で、体の字は多分これ、霊書になるんでしょうね。それでまあ、秋の字は行書か草書かっていうところでしょうけど、いやー、こんなね、僕もねパクりたいなと思いましたね、こういうやり方。いやーかっこいいですよね。なんか草書のなんか草書なんだけれども、やっぱり、このね塔のね、強さっていうのがあるわけですよね。わあパクりてーっていう感じなんですけど、かっこいいでしょ、見て見て見て。これ石は何なんですかね、なんか樹山とかそういったところなんでしょうか、わかりませんけれどもね。いやこういったところ傷があるんですけどもね、ここにもロマンがありますよね。いやー本当にね、ようこそうちへっていう感じなんですけど、いやー本当かっこいいね。いやーかっこいい。というわけでね、因縁見ていくわけで、こちらです。見てください。工藤静雄ですよ。工藤、僕の名字。それから死っていうのはなんとか三の、あの死、宇治。で、所蔵の像。わー、もうね、工藤さんの持ち物ですっていうね、意味の因ですからね。わー、もう僕のための因です。いやー、ありがとうございます。本当にね、工藤に生まれてよかった。初めて思いました。工藤に生まれてよかった。自分の名字に生まれてよかったなんてね、思ったことありますか？なかなかないんじゃないでしょうか。まあね、もしもね、なんか移住院とかね、それから、西園寺とかそういうね、なんかかっこいい三文字の名前とかにね、生まれてたらね、まあ、それは思ったかもしれませんけどね、僕はね、これまでね、工藤に生まれてよかったなんて思ったことなかったですよ。まあ、ただまあ、伊集院に生まれてたらね、なんかちょっと小太りの男が連想されるし、西園寺に生まれてたらそうだな。まあ、金持ちだからまあ別にいいか。まあ、そういったところなので、まあ、工藤に生まれてよかったって初めて思いましたね。いや、本当にね、お父さんとお母さんに感謝です。いやー、かっこいい、工藤静雄ってね。わあ、これね、まあ僕が松代に ならなければね、僕長男なんでね、工藤生を誇りにね、生きていきたいですね。わあ、かっこいい、これはもう子供に残したい、そういったところなんですけど、まあ自分が松代になるっていう可能性もありますから、まあ、じゃあ その時はまあ弟に頑張ってもらって。いやあ、かっこいいな、本当に。いやーいいでしょうという感じなんですけどもね。まあこのぐらいにしときましてね。いやーかっこいいなー。いやこれね、もう何回見てもかっこいいんですよね。いやだからね、本当にね、かっこいいしか出てこない時があってね、本当にそれはね申し訳ないんですけどもね。とりあえずね、これの本当は押そうかなと思ったんですけども、押してたらね、すっごい長い動画になっちゃうわけですよね。また、いやもうランテの動画がね25分とかになりましたからね。まあ、あー見てくださいよこれ。そう、意外とね、このね変幻っていうのがね、もうすっごい大胆に欠けているわけなんですよね。これから見ていこう。見て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 。ほら、これね、死の隣っていうのはね、まあこれはもう叩いてるだろうなっていう感じなんですけどね。象の隣、この辺とかね、あ、残ってんじゃないかなって思ってたらね、あ、叩いてたんですね。あ、確かにこれ叩いて見えるな、この辺は。ただね、この隣、こことかね、残ってるんじゃないかなって思ったらね、これね、押し間違いとかじゃなくてね、もうこれはね、全然残ってなかったんですよね。いやーでもね、ここは明るいですよね。この大胆なね、この辺縁の解放、このね、辺縁っていうんですけども、この縁をね、大胆にね、欠かすっていうのはね、このね、中村団体のね、まあ、特徴の一つだと思いますよ。それからね、まあ、まあ、工藤の句の上、ここもね、大胆に欠けてるわけですよね。いやー、かっこいいな、もうこれ、いやー、本当に明るいですよ、明るいんだ。というわけでね、この上下もね、かなり大胆にね、なんか空間を取ってるように見えますね。下のところとかね、もうなんか線1本分、2本分ぐらいね、なんか上げてやっちゃいそうだけど、これがね、下げてあるからね、明るいんでしょうね。いやそれからやっぱり、この工藤の字っていうのはすごいね、粗密っていうか、何、画数の少ない文字と多い文字っていう風になってるんですけどね、それをね、こういう風に、配置して、この宇治の字のね、この線でね、なんとなんかすごいね、まとまってるように見えませんか。あとここがついてるかついてないかでね、おそらくね、このね、工藤の、この藤の字っていうのはね、一文字に、一文字としてのね、なんか統一感が出るか出ないかっていうのがね、変わってきたんじゃないかな、そういう風に思います。かっこいい、本当にもうね、線の変化とかもすごいんですよ。いやーもうこことかね、重い軽い重いみたいな感じでね、いやーもうこんなね、
細かいところまで行き届いてて、こことか、ぐーって線がもう強い線でぐーっと引いてあるわけですけどね、ここがね、この点があるかないかっていうのは、まあ、もちろん違うわけですよ。それからね、ここの線からつながってるわけなんですけどもね、この線がつながっててもね、この 1,2,3,4,5 ってわーってね、縦角がねずっと続くわけですけどね、その延長にあってね、それはね、なんか効果的じゃないわけです。なんかすごいね重たくなっちゃう。ただね、このね点の残し方っていうのはほんとすごいですよね。かっこいい。この点がなかったらもうね、弱くてね、なんかぼやっとした白になっちゃうんですけども、このね点があることでね、かもう白が締まるわけですよね。いやー、かっこいいな本当に。いやー、もう本当になんかこのね宇治の使い方ね、すごいなと思うんですよね。うん、いや、ぐーっと持ってきてるのと、ぐーっと持ってきてるのとってあるわけですよね。もうなんかこのね、横とのね関係性みたいなもんね、いやー、かっこいいって思いませんか？どうでしょうか？いやー、本当にね、もうこんなもんね、いくらね喋ってもねキリがないんですけども、まあこれはちょっと長くなりすぎてもあれなんでね、そろそろやめようと思いますけども、わー、本当にかっこいい印なんですよ。というわけでね、これ速乾は、あ、本当やっぱ白黒で見るとね、はっきり見えていいですね。ほんとかっこいいですよね、こんなキレのある。いやー、僕もねこれ、真似したいなと思います。いやー、乱の字で、いやー、いい作り方ですよねこれ。かっこいいなー。ああ、草書混じるっていうのがね、なかなか、これがね、ずっとね、なんか草書とか行、ずっと行書だけだったらね、なんか、多分ね、退屈な感じになっちゃったと思うんですけどもね、この体の字が、大の字がね、まあ、この、なんか、象形的なね、漢字を使ってることで、ね、いやー、それでなんかちょっと締まるというか、なんか面白さが出ますよね、それで。わー、かっこいい。というわけでね、まあ、この、乱体の印はね、説明はね、以上としようと思うんですけども、かっこいいでしょう、本当に。いやー、いいものを、手に入れました。これはね、香川の骨董屋から買ったんですけどもね、いや、香川の工藤さんからね、山口の工藤さんへっていうことでね、いやー、ようこそ、おいでませ山口っていう感じなんですけどね、いやー、かっこいいでしょう。まあ、というわけで、この辺でね終わろうと思いますけれどもね、はい、ありがとうございます。というわけでね、今回は、この2世中村乱太の印についてね、自慢する動画になったわけですけど、まあ2世中村乱太について、また、天国についてね、少しでも、興味を持っていただければ幸いでございます。というわけで、この辺で終わりにしますけれども、チャンネル登録また、コメント等お待ちしておりますので、ね、どうぞよろしくお願いいたします。というわけで、今回も、ご視聴どうもありがとうございました。次回の動画でお会いしましょう。シャガインペンジェン。